愛知運輸支局本庁舎愛知運輸支局は国土交通省の地方支分部局である運輸支局の一つ、中部運輸局管内。本庁のほか、3カ所の自動車検査登録事務所を有する。本庁舎には自動車運送事業の許認可の窓口である旅客、監査課及び貨物、監査課があるのが特徴。また、自動車の登録台数が日本一多いのも特徴である。 ひらがなの書体について、2004年12月以前は、全国と異なる書体、中部書体が採用されていたが、2005年1月以降は、全国共通の書体、小松書体が採用されている。出先機関を含めて、陸運部門のみを扱っており、開示部門は、中部運輸局の直轄区域となる。2018年1月18日から、 アルファベットの入った車のナンバープレートが交付される。ここで発行されるナンバープレート小牧自動車検査登録事務所で交付されるナンバーは本来であれば小牧ナンバーとなるはずであるが、終わり代表を辞任する市宮市やカスガイ市等の他市が猛反発したため妥協の結果、終わり小牧ナンバーとなった。なお、後に市宮市、カスガイ市を使用の本拠とする車両には、 ご当地ナンバーとしてそれぞれ、市宮ナンバー、春日井ナンバーが交付されるようになった。ダンプカーの荷台における表示番号は、尾張小牧、市宮、春日井ナンバー地域では、小牧、三河、豊田、岡崎ナンバー地域では、西三となっている。ありがとうございます。